ロイヤル・ヴィクトリア継衆は1902年にイギリス国王エドワード7世によって国王の個人的な英典として制定された勲章である。ロイヤル・ヴィクトリア勲章よりも上位に位置するが公式には関係していない。もともとは王族だけを想定していたが外国の君主や国家元首、カンタベリー大主教などの行為の個人を含む最高位の交官にのみ与えられる。 別格の勲章である。ロイヤル・ベクトリア啓章は、エドワード7世の母親のビクトリア女王が、ロイヤル・ビクトリア勲章を制定した6年後の1902年に、エドワード7世によって制定された。ロイヤル・ベクトリア啓章は、ロイヤル・ビクトリア勲章のすべての等級の中でも、最上位に位置しているが、正式には、同勲章の一部ではない。エドワード7世は、母を称えるために、 君主、王子、その他の皇位王族のための個人的な装飾品として、また、イギリスの少数の著名な人家のための装飾品として制定した。1902年8月に新しい勲章として初めて記録されたのは、国王の戴冠式の2日後、カンタベリー大司教のフレデリック・テンプルがロイヤル・ビクトリア系職を受訓するため指摘に越見したという報告があった時である。 最初の受訓者には国王の息子のウェールズ大公、ジョージ、国王の弟のアーサー王子などが含まれていた。バッジ部分の細部形色は金星でチューダーローズ、アザミ、シャムロック、レンの花のモチーフと王冠をかぶった赤いエナメル加工のエドワード7世の球体が男性用の金の花輪の周りを取り囲み、その下にバッジが吊るされている。 鎖は、男性は襟に巻くか、女性は左肩にある弓形のリボンに4つのモチーフと、いくつかの鎖のリンクを固定して、身につける。しかし、エリザベス女王の妹であるコマーガレット王女は、後年、男性の受訓者がするように、鎖を襟元につけることを選択した。バッジは金に、白のエナメルのマルタ十字があしらわれ、楕円形の中央のメダルには、 ビクトリア女王のロイヤルサイファであるベリーが赤の背景に描かれており、体冠式の青のリングに囲まれている。王冠とビクトリア女王のサイファにはダイヤモンドが散りばめられている。ロイヤルビクトリアン系色は受訓者にいかなるスタイルや称号を与えるものではなく、また、A 連邦の栄典制度の中でいかなる優先順位を与えるものでもない。 しかし、国王からの高い評価と尊敬の念を示す、個人的な証ではある。この軽食は国内外を問わない男女に授与されることがある。少なくとも10名の受訓者が存命だが、そのうち受訓時に国家元首ではなかったのは4人のみである。この軽食は、通常、連邦内閣の方針のもと、一般的に名誉ある称号を受ける資格のない。 カナダ人のための上位の栄典に位置づけられた。これまでに授与されたカナダ人は二人だけで、ビンセントマス生とローランド・ミッチェナーである。両者ともカナダ総督経験者である。ロイヤル・ベクトリア軽食は受訓者の死没時に変換しなければならない。ありがとうございます。